この一週間で考えた一発ギャグやります。闇落ちしたドラえもんがポケットから出しそうなもの。てっててててててたけしの生首。というわけでどうも、マルトラなんですけども、死んでました死んでましたっていうわけで、お久しぶりですわ。実に1週間ぶり。はい、呪いにかかっておりまして、それを払うのに苦労しました。はい、まあ厳密に言うとまだ死ぬほど頭痛いんですけども、まあ、治りました。はい、お願いしたいんですけども、まあぼちぼちやっていきますよ今日から、うん、あの熱ですね、はい、風邪をひきました。うん、39度2分を観測いたしまして、うん、39度2分ってもうさ人間死ぬやんか。だからもうね、ほんまに危なかったですね。非常に、はい、危なかったんですけども、その熱も今、36度6分という平熱に戻って、まだ頭死ぬほど痛いねんけど、それ以外はもう何も、はい、チャラなんでお願いしたいなと思いますわ。うん、まあ今日はね、そんな僕が、死んでた時のことを喋っていこうかなと思うんですけども、なんかね不思議な体験を何個かしたんです。やっぱりね、人間そこまで熱出たらなんかね、超常現象が起こるんやなという状況、うん、まず僕体弱いねんな、うん、体弱いねん、なんか知らんけど結構ね、風邪で、まあ、動画休むこともね難しくはないんですよね、うん、難しくはない、頭バグってるんですけども、いつもは熱出たら、その熱出た初日に動画出すんですよ。今日熱出ました言うて、しんどいんで休みますっていうね、何かしらの休むっていう動画を絶対今までは出してたんですけども、ちょっとね無理でした。はい、座ることすら厳しかったもん。座ることすら難しくて、立つなんかもう絶対にできひん、横になってな、もうしんどいぐらい無理だったんで、スマホの画面みんなもきつかったんでね、だからパソコン立ち上げて動画撮るなんか持ってのほかで、だからね、何もやってなかったんですけども、まあ X とか、あとこの YouTube のなんかつぶやく様子みたいなんかあったんで、それで一応言ったんですけども、まあそういう経緯で申し訳なかったっていう状況ではあるんですけどね、うん、まあその中でね、なんやろな、僕結構ね喋りたいことをね昨日の晩にねちょっとまとめてたんですけども、寝たら忘れましたわ。何喋ろうとしてんだっけな。一つ言いたかったのは、ジェットコースター体験しましたね。はい、これね、マジで熱出た人に共感してくれる人、うん、いるんじゃないかなと。これで共感してる人病人ちゃうかなと思うんですけども、なんかね、ジェットコースターのとかってあります？ジェットコースターというか、ユニバにあるハリーポッターとか、スパイダーマンとか乗ったことありますかね。スパイダーマンってもう なくなったんか知らんけども、なんかああいう機械も動くけど映像がめっちゃ動くから、映像みたいに空バン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 飛んでるかと思いきや、そんな動いていないっていう。だからスパイダーマンとかハリーポッターも空ビュンビュン飛ぶけど、それは映像とその機械の動かし方で見せていて、実際にはそんな動いてないってアトラクションやんか。でもそういうのを体験できるって面白いアトラクションやんか。なんかそういう時ってなんかよりジェットコースターより G かからへん、なんか体がブワってする感覚わかります？その感覚がね、ぶっ倒れた日の夜に出まして、まずね、その日寝られなかった。一日中寝られなくて、まあ30分おきぐらいに起きるみたいな。目つぶってパッて目覚めたら30分時間飛んでるみたいなのがずっと続いて、もうほぼ寝れへんかった。でそのまま朝6時迎えて、
でも昼間も寝れへんままずっと進んで、でその日のうちに38度2とか3とかまで落ちて、でその日の夜、うん、まあ、一応寝れるようにはなったんやけども、もうめっちゃしんどい中ほぼ一日中起きてるから、なんかねもうの寝てると起きてるの狭間でわけわからんようになってん。普通の今健康な状態でも一日中起きてんのまあきついのに、しんどい状態で一日中起きてたらなんかね感覚バグってね、そのなんか急にね僕の頭の中にジェットコースターの映像が浮かんで、なんか知らんけどジェットコースターの映像浮かんで、でそのガガ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 こう上がっていって、こう落ちる時のその G がその映像と感覚リンクして、うー気持ち悪ってなって、これなった人います？これほんま極限状態あんなん体験することなかった。強いて言うなら僕去年入院した、体弱くない？僕体弱いんですよ。僕去年入院して手術もした。体弱すぎやろこいつマジで、まあ、体弱いんですけども、でもね、その時にまあ全身麻酔で、全身麻酔体弱いなこいつほんまに、でね、手術体弱い。そんで手術終わった次の日に検査があったんで、そのエレベーター乗って下の階に行ってなんか検査しますみたいなのがあったんですけども、その時にまあ一人で歩けたんやけども、なんかあったらあかんから、全身麻酔の24時間ぐらいやったんで、だから一応車椅子に乗せてもらって、その車椅子乗りながら行ったんですけども、まあこれはね、まあ手術とかあんま関係ないねんけど、お腹空いてる状態で乗り物乗ったらめっちゃ気持ち悪くない？これは分かる人多いと思う。腹減ってる状態でバス乗ったらめちゃめちゃしんどいね。その結構バスさ揺れる時あるやん、上下に。それがさ腹減ってる時にはもうめちゃめちゃきつくて、まあ船乗ってる感覚と一緒やねんけど、それがねその時起こったんですよ。だからもう手術前なんかもう絶食やから、そっから車椅子乗ったやから、もう車椅子のそのブワンブワンの360度回転するのがもう無理で、で検査終わって病室戻って自分のベッドの上に寝転んだんやけども、何も動いてへんのにさっきの車椅子の感覚が残ってんねん、ずっと。もうずっと動いてる感覚になって、なんかそれに近いような、感覚でしたね。はい、まあ看護師さん全員可愛かったんでいいんですけどもって肝発言していきまして、まあ看護師さん目当てにもう一回病気したろかっていう笑えない冗談言いまして、まあね健康に暮らしていくんですけど、だからねマジでね、あの感覚はね今まで味わったことがなかったですね。これほんま高熱出てぶっ倒れた人います？この経験何人かはいるんじゃないかな。ほんま動いてへんのに動いてる感覚なんね。で絶対やったらあかんで、これから熱出たら頭にジェットコースター思い描いたら絶対あかん。感覚リンクする。僕今まで一回もなかったん、そういや。39度の熱なんか昔から出したことあったから体弱いなおい、あったんかい、体弱いなおい、あったから、今回この感覚初めてなったってことは、僕そん時ジェットコースターの感覚をこの映像に出しなかった、頭に。じゃあなんで出したかっていう、そういう状況なんですけどね。なんで僕あの時ジェットコースターのことを思い出したんやろ。なんでもよかったやん、外を歩いてるだけでもよかったやん、動く感覚やったら。とにかく暇やったから動き方って動きたかった。で僕の中で暇イコール動きたいイコール遊びたいイコールユニバになったんかな、それでジェットコースターになったんかな、わからへんけども、
ほんまにね、あの感覚はちょっとね、気持ち悪かったですね。うん、あと耳鳴りはね、もうすごくてね、なんて言うんでしょうか、夏の風物詩が風鈴ならば、風の風物詩は耳鳴り言うてね、これは絶好調なんですけども、で、その耳鳴りがね、ほんまにその夏の風物詩セミのような耳鳴りがずっと鳴ってんねん、ほんまに。なんかたまに耳鳴り鳴ることあるやん、キーンっていうの。なんかそんなんさ、あんま気にならへんくない？普通に会話とかなんか過ごしてる時でも、まあめっちゃ気になる人はもう病院行ってほしいんですけども、それちょっと危険な状態なんで、ちょっとした耳鳴りってあんま気にならんやん。なんか静かなところに行ったら、あ、なんかちょっと耳鳴り鳴ってんなっていう、ようやくその静かな場所で気づくぐらいやんか。もう全然違った、ほんまに。炎天下の夏の日、森ぐらいさ木生えてるところに、公園でもいいけどさ、行ったらさ、セミ鳴いたらワン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 。セミってさ、なんかミーンじゃなくてシャーンちゃう、これわからん。セミってね、ミンじゃなくてシャンシャンシャンやと思うね。鈴の音みたいなさ、シャーンってずっと鳴ってへん？シャーンがねずっと鳴ってました。ほんまに両耳にセミ突っ込んどんかっていうぐらいね、耳でかかった、うん、エアポッツならぬエアセミをつけとんかっていうぐらいね、セミでしたね、うん、あれぐらいセミなことも今までなかったんですよね。耳鳴りはまあ風邪ひいた時は絶対あったんですけども、あんだけひどい耳鳴りはなかった。あの耳鳴りマジ何やったんやろ。だからね、ここまで高い熱出んのも久々やったんですよね。39度を超えたのはまあ久々で、やっぱね、39度、今まで出たことって小学生以来かな多分。だから小学生のもう血気盛んな時やったら、まあ出てもまあしんどかったんやけども、まあまあなんとかできた。やっぱり年取ってこの年齢で39度出たらちょっと厳しいね。こっから僕まだまだ、うん、人生300年あんのに、僕270歳ぐらいで39度出たらどうなんねんっていう、そこなんか未来が心配になりましたね、うん、とかそんな年齢で39度出るんかな、わからへんけども、うん、あとはね、僕こう寝てんねん、布団引いて寝てんねんけど、そのこう仰向けの状態で寝たら、ちょうど顔の上にライトがあんねん。顔の上にこうライトがあって、でまあ電気暗くして寝たんやけども、電気暗くして寝てんねん。でカーテンとかも閉めてるから、なんていうの、光とか何も入ってこうへんから、影とかができるわけないねん、もう真っ暗やから。やのにその電気の右下のところだけ異様に黒いねん、真っ黒。ほんまになんかの影ができてるぐらい黒いねん。でその黒いののでかさが異様で、あれどれぐらいやろうな、あれどれぐらいやろう、1.5 リットルのペットボトルを4本横に並べたぐらいのでっかい黒い塊ができてんねん、そこに。ブラックホールかなと思って一瞬。まあそれはね、ほんまにブラックホールやったんでいいんですけども。あとね、昔から見る悪夢があんねん、僕。ちっちゃい頃から、僕は絶対にしんどくなって、熱出たら見る夢があって、それはもう言葉では説明できひんぐらい意味わからん夢やねん。まあ夢やからね、あれやねんけど、なんかね、
なんかなんやろな、ほんまに分からへんねんけど、真っ赤っか真っ赤っか赤でもなんかその脳みそとかなんかそういう臓器的な赤のなんか四角い部屋に自分一人おって、でそのドアとかなんもないねん、ドアとか窓とかなんもないのに、その真っ赤っかの変な色の部屋の壁から貫通して意味のわからん生命体がね、どん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 僕の目の前通過していくっていう、それ何が通過してんのかわからへんねん。生まれてこの方何かっていうのは認識できてねんけど、何かようわからんものがね、僕の目の前をね高速でどんどん通過していくねん。その通過していく人数たるや、なん多分ね数万匹やと思う、あれ。何もわからないもんが、で僕よりはるかにでかいね、僕のもう 2,3 倍のでかさのやつが目の前ブワー通過していくっていう謎の夢を昔から見るっていう、習性が僕にはあんねんけど、その夢も見ました。はい、あ、これかこれかと、なんかねその夢見たらね、なんかね懐かしい気持ちなんねん。最初見た時は子供の頃、うん、まあそれ見てゲー吐いたんですけども、そっからねやっぱりね、なんていうのかな、思い出となって、あこの夢見てるってことは僕やっぱりしんどいねんなっていう、自分のその体の管理、うん、これ僕ドクターストップって呼んでんねんけど、あこの夢見たらもう休もうっていう、そういう夢、うん、あ今日もこの夢見たかっていう、で例えば僕今日じゃなくて今回熱で1週間ぐらい休んだんですけども、毎日見るわけじゃないね、毎日は絶対見ひんねん、そのしんどい期間に必ず1回だけ見んねん、2回見ひん、1回だけしか現れへんねんその夢は。だからね今回ちょっとそれも思ってて、今回熱出たからあの夢見んのかなと思って、そしたら初日の39度の時点では出えへんかって、傾向があって、マックスしんどい時には見えへんねん、マックスしんどい時のちょっとマシになったっていう時に絶対に見んねん、だから治りかけぐらいに見んのかないつも。だから火曜日に見ました、この夢。火曜日熱37度8分7分ぐらい、まあ回復に向けてっていう感じやったんで、見ましたね。あ、来た来た来たって思いましたわ。